1933年、国家社会主義、ドイツ労働者党は政権を獲得。ヒトラー内閣の誕生だ。ドイツの戦後民主主義が結局、ファシズム政権を生んだことになる。鳥の沼を小間切れにして、恥が食べかけ！喪失！バカな！国政服が！負けた？あれが立ち挟みの力か。